ボクシングファンの皆さんこんばんは。いつもは若鷹フィーバーで沸き返るこの両国国技館ですが、今日はボクシングファンと、そして若い女性の映画ファンで大いに賑わっています。ザ・ボクシングルネッサンス92、それでは早速放送席をご紹介したいと思います。今日は本当に豪華解説ゲスト陣が揃いました。まずメイン解説、私のお隣です、元 WBA 世界ジュニアフライ級チャンピオン、テレビ映画で大活躍中の渡嘉敷和夫さんです。渡嘉敷さん、どうぞよろしくお願いします。続いてゲストの方々です。もう俳優として、そしてプロボクサーとしておなじみの日本版ミッキーロークと言っていいかと思います、片岡鶴太郎さんです。鶴太郎さん、どうぞよろしくお願いします。そして6月15日2度目の防衛に成功されました WBA 世界ジュニアフライ級チャンピオンの井岡弘樹さんです。井岡さん、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。また有利海老原と同門です、 WBA 世界ジュニアバンタム級チャンピオン鬼塚和也さんです。鬼塚さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして高一点女子プロレスのスーパーアイドル、キューティー鈴木さんにもお越しいただきました。キューティーさん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてコーナーレポーターには元世界ジュニアミドル級チャンピオンの和島光一さんと、それから元世界フェザー級チャンピオンの西条昭三さんにもお越しいただいています。和島さん、西条さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてボクシング実況歴30年、ベテランの杉浦茂雄アナウンサーには後ほどゲストの方々にいろいろお話を聞いてもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。また青コーナーの控室の前には四谷秀原アナウンサー、またミッキーロークの控室には土川由香アナウンサーがいます。このメンバーで今日はお送りしてまいります、ザ・ボクシングルネッサンス92、いよいよ始まります。いいね、ねえ、いい演出だ。に包まれました。今ちょうど画面でご覧いただいていますのは今朝の計量シーン、ともに一発でパスしています。挑戦者同級3位有利海老原の入場です。1989年11月に異国の地に降り立ってから早2年半が経ちました。アマチュアのチャンピオンからプロのチャンピオンへ、旧ソビエト CIS に初のチャンピオンベルトを持ち帰ることができるか、あとわずかで結論が出ます。落ち着いた表情で一歩一歩この国技館の地を確かめるように歩いてまいります。昨年4月に亡くなった元フライ級チャンピオンの海老原弘之さんが間違いなく世界を狙えると太鼓判を押しました。そのチャコフ有利、海老原さんの名を受け継いでリングネームにした経緯はよく知られています。その海老原さんの言葉を現実のものとすることがやってまいりました。CIS 初の世界チャンピオンということは特別意識はしていない、チャンピオンになるための全ての準備は整った、プレッシャーも怖さもない、そう断言しました有利海老原。12戦12勝 11KO 無敗、1990年2月1日フィリピンの輸入ボクサーアラン・タナカを破ってから KO 街道まっしぐら、世界の頂点まではあとわずかです。
トレーナーのアレクサンドル・ジミンさんを前にして今リングに入場いたしました。ユーリ・エビハラ、果たして歴史的一瞬を作り出すことができるでしょうか。チャンピオン、ワンチャイ・キティ・パカセル選手の登場です。さあ、チャンピオンの登場です。 WBC 世界フライ級チャンピオン、ムアンチャイ・キテカセム。ムエタイのホープが国際式転向後6戦目で IBF 世界チャンピオンになったのは89年のことでした。そして昨年2月にはタイ人として初めての2階級制覇を成し遂げました。その端正な顔立ちは眼光鋭く、常に口元にはニヒルな笑いを浮かべています。4回目の防衛戦を迎えて日本の報道陣は完全にシャットアウト。その実力はベールに包まれています。カオサイギャラクシーが引退した後、その後継者と目されています。チャンピオンのワンチャイ・キテカセム、20戦19勝 11KO1 敗。今神に祈りを捧げてゆっくりとリングに上がろうとしています。計量に苦しんだと噂されておりますが、減量に成功いたしまして、計量は一発でパスいたしました。チャンピオンのムアンチャイ・キテカセム、リングに入場、両手を上げて歓喜の声に応えます。今両選手の身長が映し出されておりました。身長はほとんど同じ。渡嘉敷さん、はい、リーチがですね、はい、6センチこのムアンチャイが長いんですよね。はあ、まあそれは多少有利にはなるでしょうけどね。それからですね、今回から、まあ、ボクシングが6オンスから8オンスになりました。8オンス、このあたりどうでしょうか。いや、お互いにパンチ持ってるから、はい、これは、まあ、今までとそんなに変わりはないと思います。はい、国技館に君が代が流れました。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、チャンピオンムアンチャイ・キテカセム対同級3位ユーリ・エビハラ。これからタイ国国歌の吹奏です。これが4回目の防衛戦になります。チャンピオンのムアンチャイ・キテカセム、世界タイトルマッチは今回が10回目です。さあ、続きましてロシア共和国国歌です。
ロシア連邦国歌が流れました。昨年の12月にその歴史にピリオドを打ちまして CIS コモンウェルスオブインディペンデントステーツとして新しく生まれ変わりました。そのロシア共和国のユーリ・エビハラ、コミッショナー宣言がこれから行われています。それではコマーシャルをご覧いただきましょう。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。ただいまWBC世界、さあいよいよ始まります WBC 世界フライ級タイトルマッチ、チャンピオンワンチャイキテカスム対同級3位ユーリ・エビハラの一戦、まあ、歴史的な一戦と申し上げていいかと思います。渡嘉敷さん、はい、両者のこう顔色ですね、表情見てどうですか。まあ、チャンピオンはかなりやっぱり4度目の防衛とあってね、はい、自信持ってて余裕ありますよ。やっぱりユーリ・エビハラは世界タイトル初めてですからね、はい、ちょっと緊張してるかなという。鶴太郎さん、はい、しかし楽しみですね、ワクワクしますね。いや今日はね本当にいい試合になると思いますね。どう予想されますか。前半有利、はい、後半満載じゃないかと。あの減量がね一つのポイントだと思うんですよね。なるほどね。キテカセムはいつもね試合前日までちょっと重いんですよね、はい、これをどういうふうにクリアしてきたかで試合左右するんじゃないでしょうかね。はい、渡嘉敷さん、はい、タイの選手というのはそういうところは非常にあのその減量で200〜300g ぐらいオーバーしてくることってよくあるんですよね、はい、そうですね、でもまあ200〜300ならそんなに影響はないと思いますよ。はい、はい、さあ今ジャッジとレフリーが紹介されるところ、ジャッジはオーストラリアのガス・メルクリオさん、それからフィリピンのブルース・マクタビッシュさん、アメリカのトニー・ペレスさんです。ミスター・ブルース・マクタビッシュ、そしてレフリーはホセ・メディナさん、メキシコです。はい、どうぞ。ユーリもまあね、世界 の, あのアマチュアのチャンピオンですから。そうなんですよね、アマチュアのチャンピオンというのはね、もうプロに、関してもかなりの実力者になるんですよ、はい、そうですよね、だからこれ両お互いにパンチがあるから、はい、まあ、前半ユーリはちょっと気をつけて、はい、まあ、中盤から後半がいいんじゃないですかね。はい、この試合は採点は10点砲、フリーノックダウン制、ノックダウンの場合最終回以外はゴングに救われません。使用されるグローブは8オンスの日本製です。3ラウンドまで偶然のバッティングで試合停止の場合は引き分け、その後はスコアカードによります。さあ両者がリングの中央で睨み合いました。それぞれのコーナーに散ります。ザ・ボクシングルネッサンス92 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、いよいよ第1ラウンドが始まります。4回目の防衛戦チャンピオンユーリ・エビハラはもちろん世界初挑戦。さあ第1ラウンドゴングが鳴りました。白のトランクスチャンピオン、そしてノーコンゴールドのベルトラインが入っておりますユーリ・エビハラ、背中が見えておりますのが挑戦者のユーリ・エビハラです。先ほど渡嘉敷さんからお話もありましたように89年のワールドカップ51キロ級のチャンピオン。渡嘉敷さん、有利の持ち味というのはやはりスピードテクニック。そうですね、右のカウンターも打ってますからね、はい、非常にうまいボクシングしますよね。そうですね、あと、まあ、チャンピオンもかなりやっぱりキャリアあるからずる賢いところありますからね、はい、まあ、そのアマチュア上がりの有利がどこまでそのずる賢さをプロで覚えたかと。はい、右のストレート、いきなり右のストレート入りました。ユーリは右強いですからね、一発で沈みますからね、はい、ただまだちょっとユーリは硬いですね。あ、そうですか、ね、緊張してます。チャンピオンの方がリラックスしてると思いますよ。はい、左のフックです。大きな左のフックで入りました。体を小刻みに動かします。
アレクサンドル・ジミンコーチも厚みのストレートをボディへ持っていった。いいですね、積極的ですよね。はい、渡嘉敷さんがおっしゃったようにその、まあ、ずるさという部分でね、よく接近戦でどんどん押していけというような声を。そうなんです、まあ、いろいろなあのテクニックがありますからね。はい、渡嘉敷さん、一方のムアンチャイどういうふうにご覧になりますか。まだ様子を見てるって感じじゃないですか。ただ手強いなっていうのは感じてると思いますよ。はい、左のダブルから右のストレート、ちょっと無茶しすぎですね。ああ、そうですか。左は相打ちのような形になりました。ちょっと有利がね、まだ肩に力入ってますから、はい、動きが見えちゃうんですよね、チャンピオンから見ると。あ、チャンピオンが、ね、画面の左側、有利海老原、左で入りました。一方、白のトランクスがチャンピオンのムアンチャイです。お互い練習してます ね、 そうですね。スピードがかなりありますよ。かなりありますね、あ、ちょっと聞いたかな。さあ、ちょっとグラッときたか。ちょっと聞いたかな。ちょっとグラッときたか。左が入ります。残りがあと30秒、第1ラウンド。ワンツー、ワンツーから左のフォロー。チャンピオンね、結構ね、打たれもろいんですよね。世界戦で8回もダウンしてますから。そうなんですよね。うまく有利の当たれば沈み続きますよね。はい、今渡嘉敷さんからお話がありましたように、世界戦で8回ダウンの経験があります。打たれもろさというのがムアンチャイの欠点。画面の左チャンピオン、左のジャブです。いいですね。あー、飛び返った。聞いてますよ。ゴングと同時、ゴングと同時、右のクロスが入りました。第1ラウンドは渡嘉敷さん、どうですか。いや、今のは10対9ですね。10対9で渡嘉敷さん、第1ラウンド有利、海老原が取りました。休みたいのに休めない、休みたいのに休めない。お試しください、グロン酸強力内服液。頑張るじゃんのグロン酸 DX もよろしく。中外製薬。さあ、これ第1ラウンド終了したわずかと。鶴太郎さん、これ強烈でしたね。有利の右はね、強いんですよ。右強いですね。さあ、これ渡嘉敷さん、どうですか。チャンピオン効いてますかね。チャンピオンかなり効いてますけども、目が覚めたかなっていうね、気がしますね。はい、第1ラウンド終了、そのゴングとほとんど同時でした。右のクロスが飛びまして、チャンピオンがダウンしましたが、これはゴングにゴングの後でした。いや、立ち上がりから有利が素晴らしい右のパンチを見せました。お互いね、今日が一番強い相手とお互いが戦ってると思うんですよ。あ、なるほどね。左を伸ばしたところを右のクロスカウンターを狙いました。チャンピオン背中。チャンピオンはタイのチャイナート県というところの生まれです。バンコクの北200キロにあります。タイの英雄です。あーっと右、左のアッパー、左のアッパーは空振り。結構右がね、当たりそうな感じがしますね。左のジャブがストレートのようにチャンピオンの顔面を捉えます。左のフック、おっと右を返した。チャンピオン右を返した。チャンピオンもまあ最初の予想とちょっと違ってきたんじゃないですか。こんなに強いのかっていうね、はい、感はあると思いますよ。渡嘉敷さん、有利はどうですか。硬さはまだありますか。硬さはありますけど、やっぱり一級品のテクニック持ってますからね、はい、その点ではね、やっぱりよく相手も見てるし、はい、打ってきて対応してますよ。今はチャンピオンのいいボディストレートでした。大きな右足を使いました。チャンピオン、僕はね、はい、チャンピオンのね、左がもうちょっとうるさくね、ピシピシと決まろうかと思ってたんですよ。ジャブがね、はい、そうでもないですね。そうでもないですね。これはね、有利にちょっと飲まれてる感じがありますよね、今のところ。だから、ね、自分の良さがちょっと出せてないんじゃないかと。はい、また接近戦、この辺りはわずかに有利の距離か。有利、海老原、昨年の5月22日、右、強い右ですね。ジャストミートはしていませんでした。また右のワンツーだ。チャンピオンペース、打ち合いになった。残り30秒を切っています。有利が、ね、右に頼りすぎると怖いですね、はい、読まれますからね、はい、今度は左、
左を伸ばしたところスウェーしておいて右のストレートです。チャンピオンお互いに倒すパンチはストレートなんですよ。右のストレートなんですよ、お互いに得意なパンチは。すごいパンチの応酬、わーってみんな右のクロス振り下ろしますね。すごいですね。今のご挑戦者いいですよ。はい、ここで第2ラウンドが終了です。第2ラウンドどうでしょうか。これもやっぱり有利ですね。有利、海老原が10対9で取っています。こちらがチャンピオンのムアンチャイ。井岡さんと鬼塚さん、はい、ここまでご覧になってどうですか。まず井岡さんから。そうですね、有利のペースでね、今試合戦ってますね。あ、鬼塚さんどうですか。あ、もう有利はすごい距離感がいいんで、いつもの距離感でやってるんで、はい、多分行くんじゃないですかね。はい、第3ラウンドが始まりました。背中が見えております。挑戦者の有利海老原、ロシアのケメルボ州タシタグというところで生まれました。冬は氷点下50度という寒い土地。一方のチャンピオンはタイの熱いチャイナートケンポ。ダウン、大きな右だ、これなんですよ、大きな右だ。すごい今のカウンターパンチですね。すごいパンチだ。これはちょっと有利ダメージちょっと来てるかもしれないですね。残りはまだ十分にあります。第3ラウンド、チャンピオンの得意技なんですよ、はい、カウンターで入ってきたのを右を打ち下ろすのが、出ましたね。出ましたね、ものすごい右でした。あれで殺されててもね、やっぱりね、自分のペースに持っていくなんていうのは、はい、やっぱキャリアの差ですよね。はい、富樫さん、はい、本当に目が合った。今度は有利の右、右ストレート、有利が詰めていくか。いい試合だな。ワンツーワンツー、有利のワンツー、今度は届かない。チャンピオンの右のストレートボディへ、かなりいい試合ですね。これ目離せませんよこれ、大きなワンツーですが、これは空振り。ちょっとまだ肩に力が入ってるか。左のアッパー、ちょっと効いたかな。左のアッパーです。いいアッパー打ちましたね。残りがあと1分半。右のストレートはうまくサイドステップで避けました。チャンピオンも単発なんで自分のペースにまだ持っていけないですよね。はい、有利エビハラの左、いいですよ。右のストレート、左のダウン、倒れた、倒れました。ダウンを奪い返した挑戦者有利エビハラ。すぐに立ち上がります。ファイティングポーズを取ります。さあ残りがあと1分ある。残り1分ある。右、左、ワッツー、左ボディ狙っている、有利狙う。もう一発当たればね、いいパンチ当たればひっくり返りますよ。はい、チャンピオンも反撃する。左当たる、右アッパー、ボディブロー、時間はまだありますからね。落ちる落ちる落ちる、チャンピオン反撃。さすがにチャンピオン、チャンピオン効いてますよ。効いてますね、チャンピオン効いている。第3ラウンド、大きな右、右アッパー、右アッパー、ワッツー。このラウンドで決めたいもんですね。コーナーに追い詰める。これを乗り切るとね、ちょっと怖いですよ。あ、そうですか。ワンツー、まだこの距離です。まだ右です。右から入った。今度はワンツーをチャンピオンが打ち返す。しかしチャンピオンも本当に素晴らしい歴史的一瞬が出るか。ここで第3ラウンド終了。第3ラウンド終了。高橋さん、このラウンドはどうでしょう。これはやっぱ10対8で、チャンピオンですね。はい、第3ラウンドを終了しました。第3ラウンドの有利のこの左ナックルパートがよく返っています。鶴太郎さん、場内こう騒然としてきましたよ。いやー、これはね、本当にお互いの右がどっちが早く当たるかで試合決まりそうな気がしますね。目離せませんね。これまさに歴史に残る一戦にふさわしいタイトルマッチとなりました。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ第4ラウンドに入っています。挑戦者の有利海老原がここまでは好調ですが、先ほどの回にはムアンチャイの右一発を食らいましてダウンを奪われています。すぐにダウンを奪い返しています。久保田さん、はい、青コーナーですが、はい、西条正蔵さんいらっしゃいますが、すごい試合です。すごいですね、本当ですね。お互いいい試合やってますね。リングサイドのですね、有利側ではですね、何しろ左を当てて右を生かせと、もっと冷静に受けと、そう言ってますね。はい、
ということです。青コーナーすごい盛り上がりです。はい、渡嘉敷さん、はい、先ほどあの鶴太郎さんから話もありましたけども、はい、左ですね、有利の、はいはい、これどうですか。いや、いいんじゃないですかね。ちょうどいい距離を取って、はい、ボクシングしてるみたいですよ、はい、ただね、マンチャイはね、あの世界戦で何度もダウンしてるから、ダウンに慣れてるから、はい、このさっきの回乗り越えたっていうのはちょっと怖い気もしますよね。なるほどね。あの回は本当に危なかったですか。あ、これはいい左のジャブだ。チャンピオンの顔面によくヒットしています。お互い一発持ってますからね、はい。チャンピオンは20戦19勝 11KO1 敗、5人兄弟の長男。一方の有利海老原は6人兄弟の末っ子、12戦12勝 11KO、 まだ負けがありません。挑戦者画面の左で有利もね、いきなりの右当たらないから、はい、ボディから攻めていって手を下ろし、あのガードを下ろしておいて、はい、フェイントかけて上を狙うとね、はい、あの決まると思うんですよ、はい。まあ、ところ上がちょっと多すぎますよね。あ、また右のクロス、左が当たる。また右のクロス、大きな右、大きな右、かなり右を当たりますね。右で追っていきます、有利海老原。バルセロナオリンピック金メダル最有力候補と言われました有利ですが、そのバルセロナの金メダルを諦めてプロに入りました。2年半が経ちました。世界チャンピオンまではあとわずか。ワンツー、左のダブルから右のストレート。モンチャは冷静な顔してますけど、何かちょっと策があるんでしょうか、ね。左のボディから、左のボディから左のフック、リングの中央で足を止めます。左のアッパー、ショートアッパーを突き上げました。挑戦者の有利、有利 のパンチが多彩ですよね、はい、アッパーも打ったりしますから。おっと、ワンツー、右だ、右のクロスだ。おー、最後右のアッパーが決まったところでゴング。この最後に右のアッパーが決まったところでゴング。このラウンドはどうですか。10対9で海老原ですね、有利海老原。渡嘉敷さん、このラウンドも10対9海老原が取りました。ものすごい打ち合いになっています。ご覧のように89年ワールドカップ51キロ級優勝、そして91年に日本フライ級タイトル獲得、これは日本フライ級史上最短 KO 記録でした。さあ、第5ラウンドが始まります。久保さん、はい、ちょっと赤コーナー和島さんに伺っています。はい、お願いします。今マンチャイの方のね、陣営ではね、お前は打たれ強いんだ、こんなの序の口だよって言わんばかりのね、まあ、激しいね、追い立てと言いますか、それげそれげってそういう感じがね、言葉が分からなくてもこうタイプが分かりますよね。なるほど、あのダウンした後のマンチャイ、目の輝きなんかはどうですか。いや、もう全然まだ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 って相手にこうプレッシャーをね、かけようとしてね、前に出てますよ。はい、久保さん、どうぞ。はい、おっと、右が入った、左を空振り、左のボディから顔面。渡嘉敷さんおっしゃるように確かにちょっと不気味ですよね。あっと、右、右が左のボディアッパー。やっぱりね、あの強いやつやってますから、ダウンしててもリラックスして次の回行こうっていう、そういうのがあるんですよね。切り替えということでしょうか。どういうことでしょうかね。切り替えができる。ボディから顔面を持っていく、チャンピオンね、後半じわ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 出てきそうなんですよね。あ、なるほどね。後半はね、でユーリーがほら今まで戦ってきた相手はみんな5ラウンドぐらいで倒せたでしょ。はい、それがその後からね、強くなってくる相手だから、ちょっとね、後半面白くなってきました。ワンツーです。まだワンツー、右のストレート、左を伸ばします。チャンピオン、右のクロス、渡嘉敷さん、クロスカウンター狙ってますね、よくね。有利のね、右が怖いんで、あの左を上げてね、止めてるんですよ、カウンターパンチを。だから右がだいぶ読まれてきたかなと。ああ、なるほど。あれが打ち合いの中から右が出ると面白いんですよね。はい、はい、足を使っています有利。このラウンドは足を使います有利です。ボディーが入った、ちょっとグラッときましたが、右のボディーブロー、ボディー攻撃、アッパーを突き上げようというチャンピオン。しかしこれは空振りに終わっています。チャンピオンはほとんど足使いませんね。足使いませんね。有利も出たり入ったりでカウンター狙っても面白いと思いますよね。最初にも渡嘉敷さんからお話がありましたが、有利はあの右のカウンター上手いですもんね。上手いですよ、でこういう場合に足を使ってて、入ってきたところに右を打つとかね、はい、すれば
もっと攻撃が多彩になってくるので、はい、鶴太郎さん、はい、有利がしきりにあの右の大きなワイルドなフックを、ね、狙っていきますけど ね、 ね、 ちょっと大きいと ね、 ねチャンピオンに分かってしまいますからね、はい、またワンツーを狙っていきました。またワンツー、ワンツーは届かない。チャンピオンはだいぶ有利の攻撃を読めてきたかなって、はい、ワンツー左のフック、いいですね、左のフック、ダブルでも打てればいいですよね。チャンピオンはね、右をカウンター狙ってますよ、また、はい、ここで第5ラウンドが終了しました。第5ラウンドどうでしょうか。10対10ですね。第5ラウンドは10対10イーブンです。今日高1点のキューティー鈴木さん、はい、どうですか、ここまでご覧になって。そうですね、私初めて見たんですね。あ、そうなんですか。はい、だからすごくこっち見てる方が緊張してくるんですね。でもぜひ勝ってほしいですね。ユーリさんに、はい、チャンピオンに、どちらでしょう。あ、ユーリさん、はい、さあ第6ラウンドです。WBC の世界フライ級タイトルマッチ第6ラウンドに入っています。有利がね、前半かなり飛ばしてますから、はい、後半のちょっとスタミナがね、心配なんですけどね。そうですね、渡嘉敷さん、そこのスタミナなんですよね。12ラウンドもちろん初めてですからね。まあね、かなりトレーニングが積んでますから、はい、スタミナは大丈夫だと思うんですけど、はい、それプラス緊張感がね、やっぱり世界戦もありますから、はい、どこまでそのスタミナを保てるかっていうね。まあ、本人もアレクサンドル・ジミンコーチもスタミナはもう全く心配ないと話してはいました。あと渡嘉敷さん、この世界戦今おっしゃってましたけど、特別なんでしょ。そうですね、やっぱり普通の試合とは違った緊張感がありますね、はい、お互いに右のボクサーファイター、右のアッパーを突き上げるチャンピオン。チャンピオンはあの手数が少ないですよね、はい、だから次の攻撃に結べないんですよね。また動きが止まる。リングの中央、右のストレートをボディへ持っていきました。いいボディです。落ち着いてますよ。いいボディです。またワンツー、左は相打ち、大きな右を伸ばしてきます。アマチュアでは186戦して165勝53レフリーストップコンテスト21敗という素晴らしい成績を誇ります。挑戦者の有利海老原、背中です。顔が見えていますのがチャンピオン。飛び込んでいって左のフック、ショートの右、また足が止まる。止まって打ち合いはしない方がいいですね、はい、やっぱり出たり入ったり足を使った方がいいです、はい、チャンピオンは足がないから持ってこれないんで、はい、ユーリの左です。ユーリの左のフック、あーっとこれが左から右のストレート、いやワンツーが怖いですからね。怖いですね。鶴太郎さん、はい、徐々に確かにチャンピオンがですね、ペースをつかみかけてきてますよね。そうですね、やっぱり有利の動きを少しやっぱり分かってくると、徐々にペースを上げてくるかも分かんないですね。そうですね、有利としては倒せる時に倒しちゃった方のが、はい、やっぱいいですね。そうですね、あの3ラウンドを乗り越えたらという渡嘉敷さんのお話でしたが、確かに3ラウンド以降から振り下ろしてまいりました。右のクロスです。右のストレートを出す、また右のストレート、左のフックから空振り。ストレート打った時、右足連打から右のストレート、連打から右のストレート、聞いたかな。左のボディが入る、右のフック、チャンピオン打ち返す。チャンピオンちょっと聞いてますよ。ニュートラルコーナーに追い詰めた、ニュートラルコーナーに追い詰める。挑戦者の有利海老原、ここでゴング。第6ラウンド、ここでゴング。渡嘉敷さんの採点は10対10ですね。10対10のイーブンです。これが最後、第6ラウンドの終了直前の右のストレートです。ここまでの渡嘉敷さんの採点はご覧のようになっています。有利がここまではリードしています。鬼塚さん、はい、鬼塚さん、普段の有利と比べてどうですか今日は。あ、ちょっとまあ世界戦という感じの雰囲気は、あると思うんですけど、だけどいい距離感で戦ってると思います。いい距離感で、はい、あ、なるほど。ただ相手のマンチャイがすごいタフで粘りあるボクシングなんで、はい、それに戸惑ってるだけなんじゃないですか。あ、なるほどね。
久保田さん、はい、青コーナー有利エビハラサイドですが、はい、西条さん、あの放送席の方ではなんかこの有利の方がね、攻撃を読まれてるんではないかという声が出てますね。そうですね、やっぱりワンパターンですからね、攻撃がですね、もう少しですね、見出してからそれから返しをですね、セコンドサイドはですね、言ってるんですね、左の返しですね、それからもう少し後でから上に行けと出てきましたよ、出てきましたよ、チャンピオン出てきました、これは倒れましたが、これはスリップでしょう、これはスリップです。チャンピオンが徐々にプレッシャーをかけてまいります。渡嘉敷さん、はい、確かにチャンピオンはですね、はい、いいパンチをもらうとグラッとはきますけども、その回復力が早いですよね。回復力早いですね、かなり練習してますよ、はい、チャンピオンがプレッシャーをかける、有利交代、はい、世界戦で何度もダウンしてそれで勝ってきてるわけですから。そうなんですよね、小さいパンチを見舞います。有利海老原、昨年の4月20日に亡くなりました海老原博之さんのその名を受け継ぎました有利海老原、左の場所です。ボディ当たる、右ロック、右ロック、また足が止まった、リングの中央、右のクロスです。だいぶ落ち着いて相手の見てますよ、ワンツー、左が顔面にヒット、左は相打ち、また接近戦、ボディーブローをアームブロックしている、これはアームブロックしています、チャンピオン乗ってきましたね、はい、右のストレートを伸ばしてチャンピオンの顔面を捉えました、ボディーです、ボディーからバッツ、まともにもらってないですからね、はい、しっかり見てますよチャンピオン、チャンピオンまともにもらってませんか、もらってないですよ、あ、そうですか、見てますよ、しっかり相手のことも、さあ来いというようにガッツポーズを見せましたチャンピオン。第7ラウンド残り30秒を切りました、左から右のストレートボディへ、右ストリートのうまい右、あ、しかし有利もこの辺りをついています。あ、左、左のアッパーが挑戦者を捉える、よし、ここで第7ラウンドゴングです。第7ラウンドの渡嘉敷さんの最低ですね、10対9でチャンピオンですね、10対9でチャンピオンですか、このラウンドチャンピオンが取りました。井岡さん、はい、チャンピオンがですね、はい、だいぶこうリズムを掴んできたように見受けられるんですが、どうですか。そうですね、後半の戦いはチャンピオンも慣れてると思うんですよね、はい、だからなんかさっきのラウンドチャンピオンが良かったような気がしましたね、はい、鶴太郎さん、はい、チャンピオンはですね、ええ、日本に来てからもう本当に日本の報道陣をシャットアウトしましてね、あ、まあ、完全に、まあ、ベールに包まれたという感じだったんですけども、あ、そうですか、ええ、練習見せなかったですもんね。そうなんですよね、かなりやはり海老原を意識していることだけは間違いないと思うんですけどね。そうでしょうね、右からボディロープの打ち、ガードしてますよチャンピオン、ガードしてる、アームブロック、左のジャブ、ワンツーですがこれはダメ、右のアッパー突き上げる、左が当たる、渡嘉敷さん、はい、有利の方もこ うまく相手のパンチバックステップしてかわしてますよね。そうですね、今のところ足使っておいた方がいいですよね、はい、だんだんチャンピオンの方もペース掴んで前に出てきてますから、はい、右です、右のクロスです、チャンピオン有利の右をねだいぶ防げるようになったんですよね。まだ右、この右は空振り、右のアッパーから右のストレート、左のアッパーから右のストレートフォローしましたが、これはダメでした、ちょっと大振りですよね、はい、細かいマッツー、左ナッパー当たる、左ナッパー、右のストレート、左が顔面にヒットします、接近戦になりました、小さいパンチが当たっている、
後のラウンドに響くかですよね。そうなんですよね。チャンピオンはそれを読んでるかもしれないですよ。ああ、なるほど。会場からは有利コールが起こりました。右の中、右のストレート、最後のストレート、最後のストレート攻撃。見ててもね、効かない顔してますからね。ああ、なるほどね。これに惑わされないで有利はとにかく信じて手を出すしかないですよね。そうですよね。ならないでね、めげないで、聞いてるんですから絶対ね。はい、チャンピオンの唯一の敗戦はアメリカの、わーっと右のストレート、右のストレート、体を入れ替えました。有利、エビハラ、これは効きましたよ。さあ立てるかチャンピオン、ね、立てるかチャンピオン、無理だ、立てないでしょ、立てない、チャンピオン立てない、歴史的な一瞬です。 CIS で初の世界チャンピオン誕生。素晴らしい右が入りましたね。右のカウンターが決まりました。有利、拳を天に突き上げます。ロシア人として初めての世界チャンピオン、チャンピオンベルトを故国ロシアに持ち帰ります。有利海老原、歴史的な一瞬です。しかしいい試合でしたね。いい試合ですね。素晴らしいですよ。やっぱりよくお互い練習してますからね。すごい激突になりましたよ。鶴太郎さん、はい、最後の最後、あの鶴太郎さんがね、チャンピオンは効いてるんだから、それを信じてという言葉がなんか伝わったみたいですね。よかったですね。本当頑張りましたからね。頑張りました。よかったです。鬼塚さん、はい、いかがですか。いや、もうナイスパンチですね。はい、井岡さんどうですか。はい、いや嬉しいですね。はい、キューティーさん、迫力ありましたね。そうですね、最後の本当に顔面にね、すごかったですよ。いや、渡嘉敷さん、それにしましても、はい、あの右のストレートがですね、はい、まあ、読まれてはいましたが、はい、ね、チャンピオンのペースにはなってきていましたけども、あの一発の右ストレートは本当にもう伝家の宝刀という感じですね。そうですね、打ち合いの中での右ストレートですからね、避けきれないんですよ。そうなんでしょうね。だけどあれですね、有利は本当にあの日本に馴染んで、日本にいっぱいファンを、掴んで、そして世界にとったらこんなにお客さん喜んでくれて幸せですね。そうですね、有利はあのモンゴル系ですから、ね、非常に日本人に近い顔してますからね。そうなんですよね。だから非常に愛されて、よりも幸せですね。はい、性格もすごいね、あの素直でね、はい、あの挨拶もきちっとするし、本当あのいい好青年ですよね。有利、海老原の左手が上がりました。ロシア人で初めて世界チャンピオンに輝きました有利海老原、 WBC 世界フライ級チャンピオン、ムアンチャイ・キテカセムを見事に KO で破りました有利海老原。両国国技館が有利コール、ものすごい大歓声。自民コーチと抱き合って喜びます。自民コーチとね、あの有利っていうのはすごい、あの本当兄弟みたいな感じでね、やっぱりトレーナーとうまくいってるっていうのは最高ですよね。そうですよね。さあ、それでは喜びの声を聞いてもらいましょう。それでは見事ロシア人として初めての世界チャンピオンに輝きました有利海老原選手にお話を伺います。今のお気持ちから聞かせてください。Как думаешь сейчас? Я думаю, что бой был тяжелый для меня. Тем более, наверное, первый тяжелый бой для меня, который я проводил в Японии. 日本に来てですね、初めてこのような苦しい試合を経験しました。ということです。はい、勝った瞬間どんなことを考えましたか。Как да кончил ты, как думаешь? Ну, когда закончил бой нокаутом, у меня конечно же, очень большая радость была. Мы к этому стремились и дошли до этой вершины. あの、終わった瞬間ですね。まあもちろんとてもあの嬉しくて、とてもあの。なんですか、もう素晴らしい気分でした。ノックアウトパンチ、どんな手応えでしたか。ポスリリにパンチ、かっこいいパンチ。
Ну, мы этот удар постоянно отрабатывали вот, с тренером Александром Зиминым. Это был наш основной удар, который мы отрабатывали на тренировке. ジミンコーチに、教わった通りの、非常に常によく練習してたパンチで自然に出たパンチでした。それでは最後にこのたくさんの応援に来てくれた皆さん、そしてテレビのファンの皆さんに一言お願いします。どうもありがとうございました。見事世界チャンピオンのユーリー・エミハラ選手でした。本当に見事なタイトルマッチでした。素晴らしい世界フライ級チャンピオンの誕生であります。それでは一旦コマーシャルをご覧いただきます。それではいいな、負けても笑顔だもんな。これから杉浦さんにちょっと話を進めてもらいたいと思います。杉浦さん、よろしくお願いします。はい、それではまず私の隣の鬼塚選手に伺いたいと思うんですが、競泳ジム鬼塚さんに続いて、ジムのこれは、7人目の世界チャンピオンが誕生しました、ね、いやそれにしてもチャンピオン誕生のあの一瞬、本当に手にじーっと汗がにじみましたよね、はい、すごいいい試合 だったと思います。あの鬼塚さん、途中ね、はい、チャンピオンのムアンチャイがなんかこう流れをつかみかけた、そんな、はい、あのラウンドがありましたよね、はい、どうご覧になってました？ずっと有利の距離感で戦ってたと思うんですけど、あの距離感で、後半もうじっくりじっくり、マンチャイの方が、はい、粘ってパンチ出し続けてきたんで、あれにちょっと止まり取り出したんだと思います。ああいう展開の試合があまりなかったんで。なるほど、はい、それにしてもあの鬼塚さんの目には、はい、有利の持ってるもんが 120% 出たとお感じになりましたか、はい、それともまだまだ潜在能力残したままでタイトル獲得とご覧になりましたか、どうでしょう。そうですね、もうユーリーの場合はアマチュア経験がすごい長いんで、ボクシングはもう固まってると思うんで。そうですか、はいはい、さあ井岡さん、はい、これで、日本ジム所属の世界チャンピオンが5人という、はい、本当にこれは黄金時代に間違いありませんね。そうですね、もうね、やっぱりこうやって盛り上がってきたからね、僕自身も嬉しいですよ。はあはあ、それではここで、いやいや、技術的に井岡さんの目に映ったポイントをいくつかお話伺いたいと思うんですが、有利のどういった点がタイトル獲得に一番つながりましたか。そうですね、自分のね、展開で試合ができたことと、自分からプレッシャー与えていったでしょう、その点がね、有利のペースで進んだ原因は思うんですけど、それと右のカウンターが有利うまいですからね、最後決まったマッチですけどね、その辺が良かったと思いますけど。井岡さん、スローを見ながらお話を伺いたいんですがね、はい、それにしてもあのリング上、その試合の流れというのは微妙なもんですね。そうですね、もう紙一重ですからね、この右の素晴らしい一発フィニッシュの、はい、右ですがね、はい、これはもう狙ったんでしょうか。いや、やっぱり練習ね、してるってインタビューでも言ってた通りに、練習したパンチがそのまま出たと思いますよ。鬼塚さんはどうご覧になりました？もうあのパンチは多分狙って打てるパンチじゃないと思うんで、すごい練習をコーチとずっとやってたし、ね、練習したから出たんだと思います。そうですか、キューティーさん、素晴らしい試合を今日はリングサイドでご覧になりました、はい、ね、歴史の証人となりました、はい、ね、さっき試合前ですか、有利選手にタイトルをぜひ取ってほしいとおっしゃってましたけども、はい、さあ今一番その頭に浮かんでるのはどういうことでしょうか。そうですね、やっぱりタイトル取れたし、すごい相手の方もすごい強かったと思うんですけども、やっぱりいっぱい練習したって言った通り、最後にちゃんとパンチが決まってすごい、はい、見てる方も気持ちよかったですし、取った有利さんもすごい気持ちよかったと思うので、本当にぜひおめでとうございます。そうですか、まあとにかく久保さん、はい、この放送席の並び、世界チャンピオン、元チャンピオン、あるいは現チャンピオンがずらりと並んで、何かこのその解説陣のパワーが有利にタイトルを取らせたような感じもするんですが、一回お返しいたしましょう。はい、今現役の世界チャンピオンお二人が並んでいるシーン、杉浦さんから、杉浦アナウンサーからもお話がありました、話がありましたけども、現役のチャンピオンがこれで日本所属の日本で、まあ、タイトルを持っているチャンピオンが5人と、はい、これは昭和46年以来なんですよ。そうですね、いよいよ黄金時代また復活という感じですね。今面白いですよ。面白いですよね、
鶴太郎さん、はい、鶴太郎さんね、ずっとね、もうこう震えるような感じでね、解説していただいたんですけど、こんな試合ちょっと見られないでしょ。いやー本当にね、今日試合始まる前にいい試合になりますよって言ってたんですけど、やっぱりユリの実力も、そしてまたマヤちゃんの実力も、はい、本物ですからね。本物ですよ。それがぶつかり合うんですから、もう本当に予想できない展開になるだろうと思ってたんですけども、まあ、両国国技館に来たお客さんはもう本当に堪能したんではないでしょうかね。本当にいい試合を見せてもらったと思ってると思います。はい、ここでまた一旦コマーシャルです。コマーシャルをご覧ください。